おで始まりましたマテチャンネル。さあ受けてきました第364回トイック公開テストになりますね。はい、9月、土曜の方ですね。9月14日土曜午前受験になります。さあ受けた皆様どうだったでしょうか。まあぜひともね、今回もね反省会のライブありますんで、そちら6時から見ていただければと思うんですけどもね、まあ、今回ちょっとねゲストを呼んでますんで、はい、見ていただければと思います。でまあ全体的な感想としてはパート3、4ですねがやっぱり難しいなって思いますね。やっぱ昔あった典型的なものが減ってきてるっていう印象なのと、単語がむずい、今回相当わかんなかったんじゃないかなと思いますね。まあかつてトイックには出てきて話題になったものっていうのがボコボコ出てきた感じですね。リスニングでもそうだったし、パート7でもそうでしたね。なんで、まあ困っちゃった人いるんじゃないかなと思いますね。まあ最後のね、10問いつも、ね、どのね、アルファベットが多かったんですかって来るんで、ね、どの選択肢多かったのかって来るんで、まあそっちのね、話もしたいと思います。はい。では、行きたいと思いますね。ちょっとね、初めてのマウスでの編集なんでね、時間かかっちゃってると思うんですけどね、編集すいません、多分。ただ、今回はね、移動はかなり短かったんで、はい、帰りタクシー乗れたんで、はい、なので、ちょっと早めに出るか遅めに出るかわかんないですけどね。さあ、では、行ってみたいと思います。はい。じゃあ、それぞれの感想ですね。まず、パート1ですね。パート1は、普通。まあ、今回難しいのはなかったですね。まあ、いつものパターンというか、まあ、かつて出てきたことのあるものですね。過去に出題されたものの表現しか出なかったので、まあ、簡単だったかなと思いますね。まあ、消去法でやっても余裕で解けるかなっていう印象でした。はい。ただね、まあ、分かったんですけど、今回やっぱリスニングはイギリス人女性がとてつもなく聞きづらい。なんだろう、いつもより今日聞きづらくなかったですか？なんか、分かんないですね。席がすごい後ろだったからなのかもしれないけど、いつもよりこれ聞こえないなと思って、ちょっとパート1の段階からちょっと身構えました。うわ、これやばいぞ。今回聞こえんと思って。どうだったでしょうか？だからこれ一般の受験生には相当厳しくない？パート1の女性、パート1の女性じゃない。イギリス人女性。続いてパート2ですね。まあ、パート2は普通ですね。変化球もそんなになかったじゃなくて、そんなになかったわけじゃないんだけど、変化球がそんなに難しくなかったと思います。ただまあ、直球があまりに前半に固まりすぎてて、最後も変化球のオンパレードでしたね。そうじゃなかったですか？自分自身25あたり？あそこから全部変化球じゃなかった？あったかな？変化球じゃないやつ。なんか少ないな少ないな変化球がって思って、まあ直接的な応答じゃないやつですけど、少ねえな、これって最後やばくなるんじゃねえレベルがって思ったら、やっぱ変化球がズラ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 って並んだね。ただ変化球の時の引っ掛けの選択肢が大したことなかったんで、まあ普通としておきます。で、このパート3、4ですね。やっぱむずい。はい。パート3、4、3の方がまあ難しかったかな、今回。1問、ってなっちゃったもんね。結局2つ、どれが正解なんだろうってなったままです。はい。まあ多分合ってんじゃないかなと思うんだけど、2問、3問中2問で、正確にわからんってなったのは、もう超久しぶりですね。1問はあるけどね、3問あって、こう1セット3問ですから。それで1問わかんないはあるけど、2問、自信がないっていうのは、もう初めてぐらいですよ。もう超久しぶりだと思います。2問変えた。この3問ある中の2つを多分これだと思って、はい。最初マークしたのを消して、AAA みたいにしたのかな、確か。でもそれを変えた。心配でございます。で、パート4も、難しかったかな。グラフィックはどうだったかな、優しめ。ただ難しい表現でグラフィック1個答えなきゃいけないのがあったんで、それが難しかったかなと思いますね。まあ、やっぱり単語だよね。まあ、1個だけ紹介しておくと、クレイトなんていうのが出てて、このクレイトなんていうね、この箱、木箱だったね、ウッドンだったから。これはまあ、トイックで過去に出たことあるんですけど、わかんないと、何の話をしてるのかがわかんないわけですよ。さっぱりわからないまま話が進んでいく。何かの話をしてるんだけど、これが。っていうね。まあ、パート7にもありました。この単語知らなきゃ何の話してるかわかんないまま進んでいくだろうなっていうのがあったんです。はい、という感じで。まあ、他にも、トフルにはよく出てくるけど、トイックではほとんど出ない。ね、難しい表現ね、そのまま出て進んでましたね。まあ多分受けた人はコメントにもう書くと思いますけど、はい、そんな感じで、いやかなり厄介だったと思いますよ。詳しくは多分ね、この反省会ライブで
出ると思うので、その時に話そうかなと思います。まあ、あとはメンバーシップですね、はい、メンバーシップレベル2ではね、復習表現やりますんで、そちら、見てもらえればなと思います。はい、続いてリーディングパートに行って、はい、リーディングのまずはパー5ですね。パー5はまあ普通としとくかな。1問難かった語彙問題が、こんな風に使うの見たことないわって思ったのがあったんで、ちょっとレベル高いなと思ったけど、まあ全体的には優しめだったんで、まあこうしておこうかな。同じパターンが多いなっていう印象だった。なんかさ、同じ意味の単語がさ、答えになってたね、2回とも。2回とも同じ形で正解になってたから、それいいの？って思ったけどね。いや、ほら、例えばさ、because とか as とか since とかさ、すごい、なんかもうおなじみの似ている意味だったらわかるけど、そんなおなじみじゃない似ている意味のやつが、ね、2つともあって2つとも正解っていうのはどうなのってちょっと思ったけどね。はい。まあ、受けた方は多分わかると思いますけど、あとはな、二つ選択肢に2回出てきて、片っぽは正解で片っぽは正解になったのもありますね。だこれも、別に有名なね、単語だったらいいけど、有名じゃない単語で2回出てくるってどうなのって思いましたよね。はい。って思った。それいいのってね。あ、まあちょっとね、この間、出したね、動画。まあ結局ね、見られなかったですけど、もったいないですね。見ておけばね、ポイント、問われるポイントこれですよっていうのをね、出していたんですけど、形容詞と名詞の就職関係に関するね、動画出てたんですけど、トイックのやつね。今回もやっぱそれを通ってきたな。っていう感じね。これが難しい問題でしたけど、はい、いや見てなかったでしょ、もったいないと思いますよ、はい、それをね分かってれば解ける問題なのになと思いましたけど、はい、パート6ですね。パート6もまあ普通としておきましょうかね。はい、文挿入問題はそこまで難しくなかったかなと思います。はい、思いきりさあったよね、正解が。パート7にそのパート6の正解が出てきたんですよ。思いっきりトリプルパッセージだと思うな、はい、そこで思いっきり正解。多分知らない人も多いと思うんですよ。知らない人が多いと思うんだけど、思いっきり同じコロケーションが出てましたね、はい、本当にパート7の中に答えあるんですよ。5や6の答えがね、絶対あるの。今回もねバッチリ出てたから、この表現絶対知らない人いるのに、知らない人いるのに解けちゃうじゃん、これ、こんなのいいのって思ってね、はい、びっくりしたのを覚えておりますね。はい、これが印象的でした。でパー7、まあまあなんですね、はい、やっぱり難しい、時間がかかる、とてつもなく時間がかかるよ。いやー、まあ今回ね、時計ある会場だったんで、それで見てたんだけど、5分ぐらい、5分よりちょっとあるか、しか余んなかったんで、やっぱ時間かかったなと思いますね。長いし、やっぱ読み直しちゃうし、まあ寝不足で朝受けてるからいつもね、当然ぼーっとして変なこと考えちゃうとかね、そういうのはあるんですけど、それを加味したとしても、いつも10分ぐらいは余るから、パート5全問見直せなかったんで、そう、僕いつもだから最後のね、トリプルパッセージの10問見直して、ちゃんとね最後の列合ってるかなって見て、その後パート5全部解くんで、その時間がなかったから、やっぱり難かったんだろうなと思いますね。はい、まあ照らし合わせとかやっぱ推測が、本当にこれそれ言えるかみたいなのがね、厄介だなと思いましたね。どうだったですか、受けた皆さん、ぜひ感想をお聞かせください。いや、トリプルパッセージなー、最後のじゃあ10問ですね、何が一番多かったか、今回は A です。 A が4つ、あとはB、C、D がそれぞれ2個、2個、2個だったんで、はい。A が。まあ、これは合ってると思いますね、さすがに。見直しして、根拠がはっきりしてるやつだったと思うので、この A になるやつは全部、これで合ってるとは思いますけどね。はい。どうだったですか？まあ、隣の人終わってたね、最後。すごいな。まあ、リスニングをバンバンめくる人だったから、かなりレベルの高い人だったんだろうな。はい。ってことは知ってるかもしれないよね、僕のことね。はい。あと思ったのが、運営サイドに対して思うことは、今さ、このアンケート書くやつがなくなったんですよ。まあそれオンライン上で、ね、申し込みの時にもうすでにやるからね。それでしおりがなくなった、受験のしおりがなくなって、まあ紙を節約したのもいいんだけど、ちょっとね、やっぱり、ね、外国人の人が多いので、東京なんか特に。だからわかんないんですよ、記入の仕方が。それをちゃんと説明してあげないといけないかなと思った。今回もだから左前も右前も外国人の人で、試験終わってから、A 面ですね、表面ね、名前書いて塗ってたからね。そう、試験後ですよ、そんなんダメでしょ。で他の列でもそうだった。
すごいできる感じの試験監督の人だったんだけど、まあ、若めのねこの自分のエリアのは後の方はダメダメでしたけど、その人が、まあ、B 面の方はね試験始まる前にこれ名前書いてください名前書いてくださいってこうやってやってたんだけど、 A 面の方をねちゃんとやれてなくて、だ結局何人かがこうね試験後に書いてるっていうので時間がもったいなかったですね。そうこれが新たな課題だと思います。運営上なんとかしてあげてください。あれですね、そう外国人の人たちがちゃんとどうやってやらなきゃいけないか分かるよね。まあ学校とかでさ専門学校とか大学とかで受けさせられるから彼らは、だからちゃんとその人たちが分かるようにしてあげてください、はい、分からないでね、もう席座れなくてずっとうろうろしてた人もいたしね始まる前に。まああとはちょっとね運営もね相当うるさかったな、はい、ピッピピッピずっと笛吹いてたしもう嫌だったな、はい、であと斜め後ろの人がずっと音読しながらやってた試験、もう音読しながらやらないでという感じでございました。なかなかの試験会場でございました。はい、皆様のぜひ感想お待ちしております。そして僕のこれ、対策エッセンシャルズ出てます、これやってくださいね。で、あとはレベル2のメンバーシップではトイック復習講義受けられます。ぜひそちらもよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。